桑原選手とかも出てきたし、筒香選手も覚醒したし、ベイスターズ面白いじゃん、はい、一番大事なのはそのプロダクトを作るとはどういうことか、はい、絶対巨人だけには勝つって言ってたら本当に勝てるようになった。南波さんが今年結果がならなかったらもうぶっ潰すみたいな。ダメだ。はい、始まりました、事業家の DNA。 本日は新卒1年目から DNA を日本1位の球団にするというビッグプロジェクトにアサインされた方に来ていただきました、大西克典さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2017年新卒で DNA に入社して、そこからデータ本部で AI のことをずっとやっています。よろしくお願いします。本日はアサイン当時の様子やこれまでのリアルなどをお話しいただこうと思います。 DNA の仕事の任せ方のリアルだったりとか、裁量権というものがどういうものなのかっていうのが分かるような動画になると思うので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。なんか私は南波さんから、大西さんは大学時代から AI 界隈のすごい優秀な方がいるっていう風に話題だったっていう風に耳にしたんですけど、大学生の時から AI はやっぱり好きだったんですか？そうですね、たまたま選んだ研究室が AI の研究室で、でその後に AI のブームが1年遅れぐらいで世の中に来て、なんか急に盛り上がってったっていうところで、大学時代も AI の研究すごいしっかりやっていて、トップカンファレンスに何本か修士の間に通して、でその後 DNA に入社しました。当時から野球も好きだったんですか？もともとそこそこ好きだったんですけど、そんなに熱心には応援してなくて、まあベイスターズ昔好きだった選手がいるからちょっと見てたぐらいの感じだったんですけど、2014年ぐらいに大学院の院試勉強してた時にテレビ神奈川つけたら、2017年の7月8月ってベイスターズがめちゃくちゃ盛り上がってる年で、中畑監督が当時絶対巨人だけには勝つって言ってたら本当に勝てるようになったっていう年で、桑原選手とかも出てきたし、筒香選手も覚醒したしみたいな年で、はいはい、ベイスターズ面白いじゃんってなって、すごい真剣に見るようになったのがきっかけですね。で球団の中ではベイスターズが結構好き。もちろんです、ね、入社前にビッグプロジェクトにアサインされてたって聞いたんですけど、本当ですか？そうですね、本当です。どういう経緯なんですか？採用の時に人事の方の面談で、もともと自分がそのスポーツ×AI っていうのを仕事にしたかったんですよ。で世の中やっぱそのそういう AI も活用していこうみたいな雰囲気になってる時だったんで、ひょっとして DNA ならベイスターズ持ってるしできるんじゃないかと思って聞いたら、で最初人事の方と面談した時に、あできると思うよ、できると思うよって言われて、軽くすごい軽くって言ったら、選考が進んでいく中で今の上司の山田健信と面談した時に、本当にスポーツやらせてくれるんですかって聞いたら、ベイスターズはその向こうの相手のあることだから約束はできないけど、調整はしてみるし、それでなくてもスポーツのことは絶対やりたいっていうのであれば 100% アサインしますよみたいに言われて、あじゃああれ嘘じゃなかったんだなと思ってここの会社にしようと思って決めた感じです。それだけ大西さんの意思もはっきりとされていたからっていうのがあるかもしれない。そうですね、もう本当にずっと言ってたんです、ベイスターズ AI 絶対やりたいって、まあ、言うのって大事だなって思いましたね。まあ、確かにその大西さんの意思のはっきりしたところと、おそらくその DNA 会社のまあフェーズとして、まあスポーツ×AI に注力すべきであるっていう判断がもうしっかりマッチングした結果なのかなっていうふうに人事視点では思いました。そうですね、当時あの新しい AI を活用していこうって、これからプロジェクトを作っていこうっていうフェーズだったのも大きかったですし、自分がすごいパッションを見せたっていうところもやらせてもらえた要因かなと。入社前の内定者懇談会みたいので、はいはい、アピールされたみたいな噂を聞いたんですけど。そうですね、当時の内定者と南波さんでご飯を食べるみたいな、隣に南波さん座ってて、お前そういうことやりたいらしいじゃないかって言われて、そうなんです、こういうことやりたいんですって言ったら、南波さんの中ではベイスターズをもうあいつが AI で優勝させるとか言ってたっていう風に解釈されたようで、想像つきます、ね、話してる場面がとはいえその南波さんと別にそういうこと喋っただけだから、まあその先なんかあるとは思ってなかったんですけど、入社が僕10月だったんですけど、7月8月ぐらいに急に人事の方呼び出されて、はい、ただ光屋でご飯食べるだけだと思ってハンバーグに釣られてやってきたら、じゃあこの後会議室行こうかなって言われて、んと思ってちょっとついてったらうちの部長とかがいて、あどうもこんにちはみたいな感じで、ズームであの画面の向こうに当時球団社長の岡村さんと、あと分析部の部長の壁谷さんがいらっしゃって、ベイスターズ×AI プロジェクトやりたいって新卒がいますみたいな感じで、入社前ですね。入社前でしたしかも事前に聞いてなかったのでえっと思ったんですけど、まあ、当時そういうことやりたいと思ってるんですって、まあ、頭の中で考えたことを言ったら、向こうもあのすごいそれは今興味があるなっていう、ベイスターズとしてもそういうことを活用していきたいっていうフェーズだったので、ちょうどプロジェクトじゃあ検討してみようっていう
私になってするんだって思って緊張しなかったんですか？いや、めちゃくちゃ緊張しましたね。あのベイスターズファンとして岡村さんの顔は知ってたので、あ、球団社長だみたいな。今のもう入社前にそんなビッグプロジェクトが始まるかもみたいになったら、ドキドキですね、ワクワクですね。テンションめちゃくちゃ上がりましたね難波さんももちろん DeNA の大ファンの一人じゃないですかそうです、ね、やっぱりそうなると結構期待されてたんじゃないですか？そうですね、難波さんめちゃくちゃベイスターズ好きですからね。ですよね。難波さんにもちょっと説明する機会があって、いや、お前それここがダメなんじゃないかみたいな、なんかフィードバックが飛んできて、ううってなったどんなフィードバックだったか覚えてらっしゃいます？いや、なんかこういうのができるとロバストなんじゃないですかって、いや、お前ロバストって言ったらもっとこうしなきゃダメだろみたいな。すごい。難波さんとしてもすごい楽しみに多分してたとは思うんですよね。そんな中でプロジェクト始まってはいったんですけど、やっぱり最初そのなかなかやっぱ自分でも思うように結果には繋がらなかったんですね。プロダクトっていう形にはなったんですけど、やっぱそのチームが勝つとか、そういうところに直接つながるっていうのはやっぱまだギャップがあるなって状況で、よく難波さんに「お前いつやるんだよ」みたいなことを聞いてたら「頑張ってるんです」って「すいません」なんかたまにご飯誘っていただいて一緒に食べに行く時とかも「お前どうなんだ」っつって「いや、ちょっと今こういう成果が出てましたよ、もっとやんなきゃダメなんじゃないか」ってなることが最初のうちは多かったです。いきなりそのような大きいプロジェクトにアサインされて、結構大変なことも多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。いや、もう大変なことだらけでしたね入社した当時はその自分の AI の専門性はあったんですけど、アプリ側のそのエンジニアが DeNA って会社たくさんいると思うので、それがあればもうプロダクトって絶対できるでしょって思ってたんですけど、実際にやってみるとそうじゃなくて、一番大事なのはそのプロダクトを作るとはどういうことかっていうことが当時自分には欠けていて、そこの壁でやっぱつまずきましたね。技術はあるけど、技術をプロダクトにサービスに生かすってどういうことかっていうのはすごい大事なんだなっていうのに最初の1年目気づいて学ばせてもらいましたね。プロダクトを作る難しさってその当時どんなものだったんですか？具体的にユーザーの期待値と自分の考えのギャップっていうのはすごい大きくて、自分としてはその技術的にそういうものができますよっていうところまで示せれば OK だと思ったら、向こうの期待値は動くプロダクトがここにはもう用意されてるでしょっていう、最初の5ヶ月でそこのギャップがあって、もう慌てて埋めるべくプロダクトをなんとかリリースさせたりとか、技術的にすごいものを作るんじゃなくて、今までやられてないことをやるっていうのが単に大事じゃなくて、事業価値につなげるってことですよね。まあベイスターズのチーム強化の場合は、例えばチームの勝率が上がるとか、いい外国人選手簡単に引っ張ってくれるとか、育成にすごい役に立つとか、まあ、そういう具体的な成果を求めているっていうのが事業部の期待値だと思うんですけど、やっぱ自分の中でそのこういうことやったら単に面白いんじゃないかっていう、技術的にも面白いんじゃないか、サービス的にも面白いんじゃないかっていうところで止まってたけど、やっぱそれが本当に役に立つのかどうか、直結するのかどうかってところが最初自分が考えてたことと事業で求められることのギャップでありましたね。球速とか投げる球予想するだけじゃ使えないよねっていう。そうですね、まさにそれが一つアイデアにあったんですけど、例えばピッチャーの投げる球を次予測できたらいいんじゃないかっていうのはアイデアに一つあったんですけど、できたらすごいと思いますけど、全員打ち放題じゃんと思ったんですけど、プロ野球ってあのベンチに通信機器持ち込み禁止なので、まあ、リアルタイムで伝達する手段がそもそもまずありません。なるほどであとやっぱり予測の精度ってのもすごい大事で、まあ、100% 当ててくれるなら問題ないけど、例えば7割8割当たるだとあんまり意味なくて、ピッチャーの投げる球って6割ストレートなんですよ。とりあえずストレートって言っときゃ大体6割は当たるわけなんで、なるほど、7割8割で全然意味ないんですよ。アイディアとして面白いんじゃないか、研究の種として面白いんじゃないかっていうことと、プロダクトとして本当に役に立つか、事業価値につながるかっていうところのギャップは最初すごい苦しんだ部分でした、ね、なるほど。最初の3ヶ月アイディア考えるときはめちゃくちゃ苦労しました、ね、ギャップはあることは分かったんだけど、ギャップをどう埋めていいのかが全然分からなかったので、そこをとにかく数こなしていくってなんとなく掴んでいったっていうのが最初そうでしたね。1年目でプロダクトマネージャーでシニアのメンバーを引っ張っていくっていう、そういうことに対しての大変さみたいなのってありましたか？一緒に仕事していくメンバーとの大変さっていうのはなかったですね。そうなんです、やりづらいとかないんですか？全然あのみんな年上の人で、自分よりも10、20上の人ともやってたんですけど、でもあんまりそういうのはなくて、プロジェクトとしては正直グダグダの中進んでった。もっと綺麗に進められたでしょって今なら思うけど、大変な進み方だったし、一緒に入ったメンバーから最初このプロジェクトやべえんじゃないかって思って
行ったら案の定やばかったって言われたんですけど、ただそんな中でもやっぱついてきてくれたのは、僕が本当にこのプロジェクトどうしても成功させたいっていう強く思ってたし、まあ、それが本当に分かったから、なんとか助けてあげたいっていうふうに思ったっていうふうに、後で1年後ぐらいに2人から言われました。まあ、あと DNA の、 その社風も大きかったかもしれないですね。あんまりその年次とかそんなに気にしないじゃないですか、まあ、そういうのもあってすごい一緒に働きやすかったですね。野球のプロダクトっていうと結構コロナの打撃とか受けたんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、悪いダメージも受けましたし、逆にチャンスになったこともあったんですけど、悪いのは自分がそのチームの人と対面では接触できないので、あの Zoom でしかコーチとか選手とかとコミュニケーション取れなくて、実際に作ったプロダクト本当に触ってるところを後ろからこう見たいんですけど、それはちょっとやっぱり逆になんかみんな Zoom に慣れてくれたので、気軽にミーティングは入れやすくはなりました。逆にそれまでは結構対面でそうやって使ってる様子を見て反応を伺ったりとか、そういうことができてたの？あ、そうですね、最初にこれちょっと作った時どうですかとか、こんなん出てますみたいなのスタジアムに週1ぐらいで足運んでコミュニケーション取れてたんですけど、できなくなっちゃいましたね。いいチャンスっていうのは、2020年の開幕ってもともと4月開幕の予定だったのが、コロナで6月に延期したと思うんですけど、この時たまたま3月ぐらいに結構いい新しいプロダクトのプロトタイプみたいに作って、コーチにフィードバックしたら、あ、これいいね、これなんかキャンプとかそういう時からあったらすごい使えるなみたいなフィードバックもらったんですよ。でその直後に開幕延期が決まって3ヶ月あると、その間選手ってやっぱその練習期間なんで、まあミニキャンプ状態になるんです。今急いでプロダクト作れば使ってもらえるってなって急ピッチで、でさらにどれだけ最小限の機能で使えるものになるかっていうところを考えて考えて、ミニマムなところでプロダクトを作ってリリースして、実際にコーチとかにフィードバックしたら、あ、これいいねっつって、でそのまま選手にフィードバックするわっつって、で開幕に間に合って、その年からそのプロダクトが実際に使われてって価値につながって、南波さんからもお前やるじゃないかって言ってもらえたんで、まあ、その年のシーズンの成績はちょっといまいちだったんですけど、ただプロダクトの価値は本当に効果出てたことが数字でも証明されてる年だったので、よかった、ようやくこれで首の皮つながった昔友人が、大学時代の友人と飲みに行った時に、はいはい、オーディションがこの間南部さんの公演で名前出てたぞって言われて、何それって聞いたんですけど、なんか300人ぐらいの前で起業家の方がプレゼンするみたいなイベントがあったらしくて、で南部さんが基本やっぱ新卒に任せて育てるんだみたいな、でこんなやつがいるんだみたいな名前を挙げてって、その中で僕の名前が出てきたらしいんですけど、こいつななんか AI ではすごいらしいけどベイスターズを強くするって言ってるんだけど全然結果出さねえんだよ300人の前で言って、今年結果出さなかったらもうぶっ潰すみたいなお前ぶっ潰すって言われたぞやべえと思ってたんですけど、なんとかその年首の皮がぶっ潰されずにぶっ潰されずにそれだけ熱量かかってたんですね。そうですね、南波さんも期待してくれたんじゃないですか、ベイスターズ好きだし、結果が出なくてやばいとか、いろんなこのプロダクト本当は微妙なんじゃないかとっていうところで諦めてしまいそうになることも結構あったんですけど、やっぱそこはどうしても成功させたいっていう強い思いを持って、なんとかなんないかってことをずっと考えてやってたので、なんとかあの形に繋がったかなと。本当に南波さんが話してた事業家に必要な力の弾力の部分だなってめちゃくちゃ思いますね。そういった大きな裁量権のある仕事はどうして任せてもらえたと思いますか？一つは自分がすごい熱量を持って本当にやりたいんだっていうところを持ってたっていうのが一つ目、でもう一つはやっぱそのいろんなもうアイデアを考えてなんとか使えそうだなってアイデアをなんとか思いつくことができた、あと三つ目は当時球団社長の岡村さんがこういうことをやりたいんですっていろいろ言ったら、いいじゃない、とりあえずやってみようと、遅く薄く投資するんじゃなくて一気にドンと投資して、でやってダメだったらもうダメで、いけそうだったらいけるでいいじゃないみたいな感じで投資してくれたっていうのもあったので、まあ運も良かったですね。ロジカル一辺倒の意思決定ではなかった。そうですね、全然なかったですね。ロジックが前提にあって、その上でファッションが、そうですね、ここまでずっとそういった、まあ、プロダクト引っ張ってきてやり続けられていると思うんですけど、その秘訣というか仕事への向き合い方の秘訣みたいなのがあったら教えてください。こういう成長がしたいとかいうところじゃなくて、どうしてもベイスターズを強くしたい、このプロジェクトを成功させたいっていう中で進んでいって、でその中でぶつかったものを一個一個解決して、でそれを成長につなげていったっていうところですかね。 DNA ではこれことに向かうっていうんですけど、ね、まさにですね転職とかをして、まあ、他のステージでチャレンジするみたいなことは考えたことはないんですか？考えたことはないですね。自分がやりたいことってプロダクトを作ることなんですよね、この会社ならではのリソースも揃っていますし、あとやっぱデータですよね、ベイスターズであったり、まあ、この会社にしかないデータっていうのもあって、そこにすごい今自分の興味ある状況なので、まあ、作りたいプロダクトっていうのはやっぱ作れる環境っていうのが大きいですね。南波さんとも
その喋った時に、うんうん、お前起業しないのみたいに言われたんですけど、うん、いやしないですと会長の人が面白いです、ね、会長お前やめろよって言ってるからっていうこれ僕も来ましたでもなんかその時も5年後の姿とか実は自分はあんま考えてないんですと、今向き合ってる課題をどう成功させていくかってその先になんか自分の5年後10年後の姿があると思ってるんで、なるほど、あんまりそこは考えてないですね、うん、これがことに向かうことですかねって言ったら、うん、その通りだよみたいな周りにも言ってやってくれみたいな。今って具体的にはどういったお仕事されてるんですか？ベイスターズプロジェクトは引き続きいろいろやっているのと、うんうんうん、でその中で今年はそのベイスターズ以外の今までベイスターズのプロジェクトで培ってきたノウハウを他のプロジェクトの成功にもあのつなげてくれっていうのが今年のミッションだったので、うんうんうん、いくつか他のスポーツであったり、まあ、他のプロ会社のプロダクトであったり、この辺にいろいろ関わっています。めちゃくちゃワクワクしますねどっちもすごいワクワクする。やっぱ一つはパッションを持つ、すごい熱量を持つ、それを実現するような何か期待させるような専門性を一つでもいいので持つ、であとはやっぱやりたいって口に出している、この3つがあるとチャンスは舞い込んでくるんじゃないかなと思います。ちゃんと言っていくこと大事なんです。そうですね、言わないとやっぱ伝わらない。確かに確かに。逆に言ってるとこういう話あるよってたまに転がり込んできたりはするので、やりたいことを言う前に見つけるみたいなことも大事だと思うんですけど、はいはいはい、見つけるためにしてた日々のなんか工夫とかありますか？仕事してみてから思うのは、今やっぱ向き合ってる課題に対して真剣に取り組むことで他のことだったりこの先ってのが結構見えてくるなって思うので、なるほどなるほど、絶対目の前のことに向かって頑張る、そうですね、だけが大事かな。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日もご覧いただきありがとうございました。大西さんのお話からことに向かってどういうことの舞台が見えてきたんじゃないかなと思います。事業家の DNA では今後も事業家を目指す方やキャリア選択に真剣に向き合う方にとって役に立つような動画を載せていきたいと思うのでチャンネル登録をお願いします。また今後やってほしい企画などありましたらコメント欄までお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。